ったぞ。捕まったぞ。左？うん。いや、ピンの左で全然いいと思う。こういうとこですね。狙いがまた違うっていう。左で全然 OK です。上りのラインになるからですか？それもありますし、そっか、パッと見ですよ。右よりも左狙った方がプレッシャーは軽減されるんで。プレッシャーはない。うん、いいですね。お、ナイスショット。いい音した。今いい音しましたね。おー、ナイスー。ナイス、聞かせます。完璧です。ピンの左です。言った通り、言った通り。ナイスショット。おー、ナイスでー。こうやってカップ際こう見たときに、はいはい、こっちの方が地面高くて、うん、こっちの方が低いんですよ。ああ、カップ際パッと見本当だ、うん、やっぱこういう風に傾斜してるっていうのが見えるんですよね。このグリーン見るときってどういう順番で見てるんですか？はい、まず歩いて、まあ、今カート乗ってくるったらあれですけど、はい、試合のときとかは、うんうんうん、こう歩いてくるときに一番グリーンの手前側から全体の傾斜を見るんですよ。うんうん、まあ、右が高い左が高いとかっていうのを、そう、どこにマウンドがあるとかっていうのをなんとなく見てるんで、はい、だからなんとなくもうこうグリーンに上がってくる時点でイメージがついてるんですよ。こういうラインだなっていうの、その確認、細かい確認作業をするんで、だから全体のグリーンの傾斜を見ることが大事です。全体を見てから、そう、カップからとボール側からと、うん、あと横から見る。なるほど。そう。ね、そのルーティンですよ。ね。だからぐるーって回るようなイメージですね。こういう感じで。で、上りだなっていう。どっちが高いかっていうのを見なきゃだめ。どのくらい切れるかよりも。どっちが高いか。はい。届かせるにはどのくらいの振り幅かなっていうだけで、インパクト強くしちゃうと簡単みたいな。お、しっかり打った。しっかり打った。それでも短い。それでも短いって。よし。ナイスパー。素晴らしい。ナイスパーでーす。ありがとうございます。スナイチ。スナイチ。ナイスパーでーす。ありがとうございます。よし。ちょっとだけ振ってくれるそうです。ちょっとだけ。ヘッドスピード46、うん、3か5かな。46ぐらいですかね。ちょい早の。ちょっと正面から撮ろうか。右はセーフなのかな。うん、吹き流しの方？いや、より吹き流しよりちょっと右。ピン方向ですよ、ピン方向。さっき高島プロがゴルフサバイバルの話するの忘れてて、ゴルフサバイバルにドラゴンホールがある。あ、そうなの？そう、ただ結果は言えないんですけど、やっぱ頑張っちゃうって。頑張っちゃう。はい。って言ってました。1月の放送を楽しみにしてください。はい。はい、新春ですね。おお、
っと当たりが良くないけど大丈夫。結果オーライ、結果オーライ。左狙うって言った割にはだいぶ右が向いてたんですけど。ちょっとこうフェースが閉じちゃいましたけど、結果オーライです。結果オーライ。結果オーライ。はい、吹き流しのとこまで270ヤードまで行きました。高島さん第1打がここまで来ましたよ。何なんすか。残り40ヤードです。おお、綺麗。綺麗だ。ナイス。バーディーチャンス。バーディーチャンス。さっきのボギーを、はい、取り戻す挽回、はい、例えばなんですけど、はい、今40ヤードじゃないですか、はいはいはい、例えばじゃあ70ヤードぐらいと40ヤードぐらいのアプローチどっちの方が打ちやすいですか。ああどうだろう。はい、どうだろう。やっぱりでも距離が長くなる分ブレもあるので、うん、はい、まあ40ヤードぐらいの方が打ちやすいかなと思いますね。打ちやすい。なるほど。なんか人によっては短い方がちょっと逆に緊張してダフリトップが出るっていう方もいるんですよ。私もなんか昔っていうか苦手な時あったんですよ、うん、50ヤード40ヤードとか、はいはい、中途半端な距離を残すぐらいだったらフルショットの距離を残したいっていう時あったんですけど、うんうん、はい、ダフリトップの原因を、うん、が分かるようになってからは、うんうんうん、アプローチがそんなに怖くなくなって、あとはもう振り幅だけで調節すればいいんで。なるほど。ダフリトップが出る原因としては、はい、やっぱりこうヘッドを使おうとすることですね。あー、なるほど。アプローチってせっかく、うん、あのオープンスタンスにしてハンドファーストにしてるのにもかかわらず、うんうん、結構ここでヘッドをボールに当てなきゃっていう意識があって、うんうん、こうリリースが早い人がいるんですよ、はい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 、そうなってしまうとどうやったってこうボールに当たる前に地面についてしまいますし、うん、そういうダフリをしたくないって思って体がこうやって起き上がっちゃう、あヘッドアップが起こってしまうんですよ。なるほど。アプローチの絶対基本というかは、はい、ハンドファーストで打つことです。ヘッドが必ず手元よりも後にボールのところに到達することが大事です。そうするとダフリトップがかなりなくなります。やっぱ上げようとする人とかも結構こうやってヘッドが先に落ちてきちゃうんで、はい、ヘッドがなるべく落ちてこないように打つのがポイントです。なるほど、はい、じゃあちょっと短い距離苦手な人はそうですね、あの、うん、そういうところをちょっと見直してもらうともしかしたら変わるかもしれないですね、うん、はい、ありがとうございます。しかし、はい、ナイスタッチよ。あー、今打った今打ちましたよ。今打ちましたね。打っちゃった。今打ちたは OK、はい、打てなかったはダメの方がいいです。わかりました。あー、引っ掛けたー。ありましたね、上りのラインで苦笑。引っ掛ける一回ずつですね。ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディーです。ありがとうございます。とほんまにちょっとだけ、うん、あのテイクバックの時に、うん、上に上がっちゃうんですよ。上そうこっち、いや、ですね、上こっちに、そう、だからヘッドをちょっとこう低くテイクバックするイメージ、そう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 、で打ってほしいんですよ。はい、ちょっと上がっちゃう、そう、さっきからずっとショートしてるのも気になるんですけど、はい、振り幅に対してやっぱちょっと転がりが悪い、うん、その悪いせいで、うん、距離が出ないんですよ。はいはい、少し、まあ、これに当たらないように、うん、これに当たらないぐらいヘッドを低く、そう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 、ああなるほど、上がってるんですか。そういう風に上がって、ちょっと手首を使って上げちゃうんで、あ、初めにちょっとハンドファーストの形を作ったら、そう、低く、なるべくヘッドを地面に吸っていくようなイメージで低く低く、そうそうそう、ああなるほど、上げるといいですね、はい、どうしてもちょっとこうやって上がってこう打っちゃうんで、うん、転がりが悪いんですよ。順回転です、こう
オールに対してこういう巡回転をかけたいんですけど、うん、ちょっと上から入ることでその巡回転がかかりにくくなってるんで、うんうん、だからスーッて球が伸びていかないっていう。なるほど。ちょっとこう上げて、そう上げるんですよ、ね、上げてますね。そうちょっと低く低く低くイメージ。そう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 、地面にズズズズって吸っていくぐらいのイメージです、はい、ズズズズ。そう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 、よし、そういう感じでちょっと次のホール。よし、もうここ、はい、悩みますね。ドライバーなのかな。いろんなプロとも回ってるんですけど、はい、高島プロはなるべくドライバー使ってくれてるから結構なんかアマチュアとしては気分がいいです。ドライバー使ってくれてるというか、はい、まあ、単純にウッドでティーショットがあんま好きじゃないだけ。あ、そういうことなんですか。へえー。いや、まあ、多分ここはドライバーじゃない方がいいと思うんですよ、はい、だけどドライバーでいきます。さすがっす、さすがっす。ナイス、完璧なところに行きました。ナイスです。木の上を、はい、行きました。皆さんもドライバーを使ってくださいね。勇気を持って完璧ですね。食べます。ちょっと開いちゃった。今ちょっとあかんかったよ。まあでもバンカー手前ですかね。オッケーオッケー。全然オッケーです。バンカーは結構手前にあると思うんで。なるほど。超える距離さえ打てれば問題はないんですけど、はい、手前に外すぐらいだったら奥に行かせるぐらいの勢いでいいんですけど、はい、これちょっと左足下がりで、はい、かつ前上がりなんですよ。はい、だから引っ掛けやすいです。なるほど。だから。ロフトのあるロフトのない、それ何なんですか。はい、いいと思います。で、あまり上げようとしないことです。はい、ちょっと厳しいライですけど。難しいです。頑張ってみます。素振りはだいぶいい感じです。ありがとうございます。うん、ちょっと難しい。わー、まあでも結果オーライですよ。おー、乗せた。すごい。ゴルフへの愛が。あ、でも待って、だいぶ行ってる。いやいや、全然いい、全然いい。まあだから今みたいに左足下がりだとやっぱ上がんないんですよ。上がんない。これが例えば私とかだとピッチングとかで打てるんで、うん、バンカーの上って思えるんですけど、6番ぐらいのロフトになってきちゃうと、ああいう球がベストですよね。よかった。上げに行かなくてよかったです。よかったです、はい、ありがとうございます。ピンマイナス2で81。あー、悩むな。81 58のフルショットぐらいの距離なんですけど、はい、どう、なんか、うん、今のグリーンの柔らかさだとバックスピンで戻ってくるんじゃないかっていう。おー、スピンの計算ですね。なので、はい、53度で53、ちょっと、うん、挑戦してって感じ。はい、わあ、めっちゃいい。え、大きいの？ああ、でもナイスなんで止まったー。53っていうのは何か理由があるんですか、その奇数は。あのですね、はい、ピッチング、まあちょっとアイアンがもともと立ってる、うん、ロフトのあるようにできてるんで、はい、ピッチングで実は43度あるんですよ、おロフトが、はい、そっから50、うん、例えば52度にしちゃうと、うん、開きが結構ある、9度もあるんで、うん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 、だから、52で 100ヤード、はい、ピッチングで130ヤードって言って30ヤードぐらい差が空いちゃうんですよ。なるほど。だから、うん、ピッチングの下に5度開いた48度っていうのを入れてるんですね、うんうん、はいはいはい。で、
そこから52度だと 4度しか差がなくなっちゃうんで、うん、そこから5度を差を出したものが53度なんですよ。へ、53度がちょうど良い。そうです、53から58って5刻みなんですよ。あー、なるほど。だから48、53、はいはいはい、短い距離をなるべく打つ機会が多いんで、うんうんうん、そうですよね。ウッドは2本入れてユーティリティにも1本だけ入れて、うん、であと下にこう幅を持たせてるみたいな。じゃあウェッジだけで何本ぐらいあるんですか？ウェッジで3本ですね。ウェッジ3本、あ、はい、48、53、58、なるほど。おお、悪くないですよ。仕方悪くないけど上り上りすごいブレーキかかりましたね今。手の甲を出していくイメージです。うん、ヘッドじゃなくて、あ、そうそうそう、ヘッドじゃなくて左、そう。おお、ナイス。今のはいい感じでした。しっかり打ちました。逆目に勝った。ありがとうございます。